はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、マインクラフト PC 版3回目ですね。はい、はい、今日もやっていきたいと思うんですが、今日はですね、コメントでもねいただいたんですけども、お家をちょっと拡張しようかなと思ってます。でさっきねパパねちょっとねこの辺整地しました。木とか全然なくなってると思いますんで。え、どうですか。あ、どこ。え、外だよ。外外ほら広くなったでしょ。確かに、うん、すごい広くなったと思います。それで、ここにですねちょっと大きめの家を作りたいんですが、あのねパパ一人でね、うん、PC 版のマイクラやったことあるじゃん、うん、その時にさ、あの雷落ちてね、うん、家が燃えたのよ。あ、そっか。そうだから石の家を作ろうかなと思いますね。そうだね、うん、で一応そのためにはツルハシが必要。そう、中にね、石1スタックあ45個分かあんまないね。あと木もね結構作っておいたので、まあ、木と石の組み合わせみたいな感じかな。そうだね、まあ、家をちょっと作りたいと思います。 ちなみに棒はあるかな。どれぐらいの大きさにしようか。あ、エイシン君さ、うん、あの砂でさガラス作っておいてもらえる。あ、砂ない。砂、あ、そうか、砂取って。あ、チェストの中に入ってるか。うん、取って自分で取って。いっぱいあるでしょ。はい、ガラスならね。っていうのは透明の家とかいいんじゃない。あ、そうだね、上の方とかも透明にしちゃってもいいかなと思うけど。という家でもシャベルがなかった。え、シャベルがなかった。ちょっと家で作ってきます。シャベルパパ持ってるよ。え、あげようか。あ、でも自分で作る。作る。うん、ちょっと鉄1個で。じゃあパパ外側どんどん作っていくよ。うん、ドア作んないとね。ドアどこにしよう。もう拡張してある。すごい。パパ頑張って。俺も頑張れよ。落ちちゃった。落ちちゃった。あ、そうだ。あとあれだね。ベッドもちょっと用意しないとね。うん。必要。借らないと。うん。あ、でも鉄があるから鉄インゴとか。だからもうあれだよね。なんだっけ、軽いやつ作れるよね。ねえ、鉄インゴって何個で作れるんだっけ、それ。3つ。あ、ごめん、今。なんかやっちゃった？ツルハシとシャベル作るのに。え？鉄使っちゃった。ドーン。鉄のツルハシ作ったんかい。鉄のツルハシと鉄のシャベル作った。もったいない。この方が早くできると思って。石でいいんだよ、石で。ツルハシとかは。やばい。じゃあパパ一回切断するから、よしにくん家入ってください。よし、寝た。ベッドに入った。ベッド入った。うん、朝になった。教えてね。やったー、朝になった。オッケー、じゃあ入ります。やばい、もうスコップがもうそろそろ終了してしまう。よし、ちょっとスコップ、どうする。はい、入ってすぐ鉄入ってさ、どこに階段作る。あ、2階行く。2階作るんだけどさ、入って、うん、どうする。どうしよう。パパ勝手に作っちゃっていいじゃん。いいよ。じゃあ正面にいきなりあれしよう、階段。うん、そうだ、まだ朝ごはん食べてなかったんだ。朝ごはん、マイクラの朝ごはん。朝ごはん食べんの。朝ごはん食べてる音すんな。はい、食べました。早いでしょ。あ、音作るんだった。クラフトするんだった。棒32本あるから、これでそい。おー、よかった。代わりに石のシャベルと木のシャベル。木のシャベルは2個。あちゃ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 。あれ、高いところ落ちちゃった。落ちた。ひとまずガラスは4個今できたよ。うわ、2回できてきてるね。
しガンガン作ってるパパエちゃん。ガンガン作ってる。エイジン君はその空いてる隙間のところにガラス、ガラスをどんどん入れてください。はい。あ、ただ一階の隙間のところだけね。わかんねえか？わかってる。わかるよね。あ、エイちゃんさ、あの板ガラスにしてよ。あ、板ガラスなの？普通のガラスにしちゃった。あっちゃー、普通のガラスは天井とかに使うよ。いや、嘘。板ガラスだよ。ああ、本当だ、もう結構張っちゃったね。じゃあいいか、もうしょうがない。あ、いい？普通のガラスでいいでしょう。もうしょうがない。まださ、61とかいっぱいあるよ。天井はまだ後ででいいや。ただこの空いてるところどんどんやってってください。はい。見てます、今。OK。扉もできました。これでもう、あれだね。あとベッド持ってこいか、一応。え、パパ、ちょっと天井にガラスつけた。あ、て、え、天井って、ちょっと待って、まだ天井。天井って。2階のさ、ちょっと分かるように。まだ。2階まだ出来上がってないんだよ。分かったよ。でも、地面にちょこっとね。あ、チェストあっちに持ってったんだ。チェスト持ってった。え、あ、なるほどね、天窓みたいな感じでね、うん、オッケーオッケー、これやったらオッケーです。サクッて、あー、えーちゃん、どうした？ちょこっと洞窟に行ってたらさ、クリーパーがいてさ、なんで、でさ、気づかれて爆破されちゃった。えーちゃん、どこにいるの君は？洞窟、洞窟行ってんの？それでクリーパーにさ、で、洞窟の前にさ、あれはどうなったの？ん？ガラス？ガラスもう張り降りたよ。ちょっとさ、パパ、羊飼ってくるわ。あ、な、羊飼ってくるとか、羊倒してくるだな。狼はいるんだけどな。あ、いた。あ、いた？あ、よかった。じゃあまた今回もやっていきましょう。ごめんね、ごめんね。ごめん、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 ごめんなさい。はあ、やっちゃった。パパやってしまった。え、そりゃ、ごめん、ごめん。パパ、ごめんなさい。自分でやってることだよ。申し訳ない。おい、いっと。お、ロバがいる。え、ロバ、え、ロバ、ロバ、え、嘘、いいな。本当にごめん。無事取れました。帰ります。あれ？もしかして柱の塔を作ってる？うん。大丈夫？それよりも雲の上行っちゃった。大丈夫それ？やばい、というよりも月がもう見える。やばいやん。あのさ、下海？いや、海じゃない。なんで？ちょっとシフトをしながら。じゃない、それじゃ意味ないじゃん。下海に落っこってさ、だったらいいのに、なんでこんなとこ作っちゃった？大丈夫、降りてきなよ。海の横に着くんだったらいいのに。間違えちゃった、またやばい。鉄のシャベルの方が余計な摂取をしてしまった。いやー、ようやく戻ってこれた。大丈夫？はい、寝るよ。よし。はい、ということで今回は、家をちょっと新しく作ってみました、はい、まあちょっと中途半端だけどね。とりあえず1階部分は完成して、石ベースで作ってみましたね。はい。2階はまたそのうちおよい完成させたいと思います、はい。まあ、とりあえずベッドが復活してよかったよ。うん、うん、しばらくじゃあここで生活していきましょう。はい、はい。柵も完成させて、あと畑も作りたいし、うん、あと羊とかも持ってきたいし、うん、あとコメントでもいただいた通り、狼、うん、懐かせたいよね、うんうん。まあ、次回そのあたりをチャレンジしたいと思います。はい。エイシン君両手持ちだね、うん、斧とツルハシ両手持ち。はい、両手持ちです。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい。
ということで今回は以上でございます。バイバイ。